どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。あ、テイスティーボールオブポーク、美味しい豚丼っていうことですね。まあサムネには豚じゃなくてサボテンが乗ってるから合ってるかわかんないんですけど、そんなことよりも重大発表があるんですよ。ちょっと長くなりそうなんでコースをやりながら話していきますね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.14%。 それがさ、聞いてよ、任天堂さんが新しいガイドラインを出しちょって、今後不正な改造、チート、クラッキングの投稿は認められませんって書いてたんだよね。なんでそんなことすんだよ。お前にも言ってんだからな、開幕サボテン。バグコースにも該当しちょったらめっちゃきつくない？今後そういうコースは投稿できなくなるっていうことですよ。いや、最悪それはいいとして、もしもさ、鬼畜なコースを僕がやってるとするじゃん。実況焼き魚だ。めちゃめちゃ難しいコースを実況しよってさ、最後の最後ゴール目の前でバグが来るとするじゃん。ザコはすっかんだろ。そうすると今まで実況しよった分が全部パーになるわけですよ。だからといってそこにモザイクとか見せられないようマークあってもさ、見てる分はめちゃめちゃ気持ち悪いじゃん。ん？今なんか起きた？って絶対なるに決まってるよね。そんなのさ、任天堂さんが悪いんじゃん。デバッグできなかったさ。嘘じゃん。だから今後どうしようかなってマジで悩んでる。今現在もこのコースバグない？大丈夫？って今までと違う意味でめちゃめちゃビクビクしてるね。この赤、今までのトロールコースはお化け屋敷に入るとかジェットコースターに乗るとかそういう楽しみがあるビビり方やったんやけど、今はもう学校で悪いことをして親に怒られるのを分かっていながらも家に帰るときそんなビビり方の違いがあるね。こっちの右のブロック、うん、右のブロック壊しても意味ないのね。ダバダじゃねえんだよ。さあこのブロック壊してドアに行こうか。ドアじゃない、ドアね。いやマジでさ、学校でなんかやっちまったとき家に帰るのめちゃめちゃ嫌じゃない？僕結構やっちまったからな。そん時はすげえ嫌やったですよ。でこれ上は特に意味はない。これなんか矢印書いてる、はあ、これヒントなんじゃない？なんかそんな気がしてきた。だいたいさ、左下のこういう枠ってヒントなんか多いよな。どういうヒント？右には土管とハテナブロックで、左下キノコのブロック矢印。わかった、ここのブロックを壊してここでキノコを取って下の土管に行けっていう感じなんじゃない？だからさっきのトゲコを取るところまで行こうか。あ、これこっちから行けるんじゃない？抜けたぞ。そもそもね、私からバックコースを抜いてしまうと面白さが半減、いや8割減ぐらいするんじゃねえかなって思ってる。いや本当に寂しい。マジでどうしようかなってね、相当悩み中なんですよ。もうガイドラインやめてくれ。ガイドラインそもそもピオキングなんじゃないの？ピオキングは危険です。いやさ、こいつはもうダメです。どこに行けばいいんだよ。こっちか、左のオープン。もしかして左に行けってか、それともこっち。もう全然入れんやん。あ、ここはチビになれっていうことね。チビになりの一旦下入れるか試していい。たおめでとう。バカか俺は。だから今後発言とかも気にしなくちゃいけないんだろうな。下ネタダメとか暴力的な言葉はダメ、暴言ダメとか。もういい子ちゃんじゃん。もういい子ちゃんでいる今日ずっと。そうしないとだってやっていけないもん。いい子ちゃんだね、君たちも。ありがとうありがとう、僕を攻撃しないでくれて。じゃあ下に行こうか。工具は投げないで。いい子ちゃんは工具なんて投げないよ。中間取れんのか。やったー。うやー。任天堂さん、マジでやめてくんないかな。僕ずっと頑張ってきたじゃん。マリオメーカー2を出し続けて5年間ずっと頑張ってきたじゃん。実況してきたじゃん。それでいきなりこんなことってなくない？任天堂が何だってんだ。ガイドラインなんてクソくらいよ。たとえ収益がゼロになろうともね、バグコース投稿してってあげますよ。それがいつも見てくれてるみんなへの恩返しってもんだろ。僕のチャンネルなんてどうだっていいんだ。あ、まだ生きてる。ちゃんと生きてんのね。こっちは正解でもないか。またヒントなの？どうなんの？どこだべ。宣言撤回します。いや逆にね、そんなことしよったら塩佐さんから怒られたりすんのよ。なんでそんなことすんの？もうやめてくれって。ちゃんと自分が働いた分はお金にしてくださいって言われたりすんのよ、この画面表記が。いや待てよ、この動画を定期的に見てくれてる人はもう結構汚染されてると思うからさ、そんなの関係ないからこれまで通り投稿してくださいよっていう人がほとんどかもしんないよな。いやそんなことはないよな。みんな心の広い優しい人たちばっかりだよな。何も出ないんかい。こっちの土管は土管にも入れそうんだい。じゃあこのバネで遊ぶしかないよな、マリー。わわ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 。楽しいね、マリー。最高だよ。邪魔すんなてめえ。
ならハテナを叩いて左に逃げようか。これで顔をかわして右に進めばこのブロックを開けれるっていうことですね。さあ下に行っちゃおうか。あー叩きて、すげー叩きてーけどさ、ここに隠しブロックがあるかもしれない。一旦右に行こうか。右に行ってジャンプ。てっか、え、あ、うわ、どっちこれ。あ、右入れないじゃん。じゃあ敵を出すので合ってた。で、このオンオフをするとお尻パッカー。ハテナ叩いたらこの上に登ろうか。多分それで全てかわせると思うんだ。で、左下がいてピンクコインの方行っちゃっていいの。で、リフトに乗ってドアに入れる。ドアじゃない、土管ね。もうバグとか来んなよ。僕はここまで頑張ったんだ。ボツになんてさせないからだ。なんだこのオンオフ。シンプルでいいね。はい、ただいまま。みんな使っていいよ、ママって言ってる人。ただいままーって、ただいままみよ。くだらないことばっかり喋ってないで、ここはさっさ右に行っちゃおう。で、オンオフをした瞬間すぐ土管に入る。ここは楽勝だったな。そろそろ中間ポイントあってくれてもいいんでねえの。この下に行くと中間ギャル、ジュリエット。ジュリエット、どうすればいいんだい。僕はジュリエット。下に落ちていいのかい。ジュリエット、マリオもうガイドライン違反しようやろ。僕は本当にマリオメーカー2の実況というものを楽しくやらせてもらってます。でもそのガイドラインのせいで今後ね、その楽しさが半減してしまうんじゃないかなとちょっとびっくりしてるんですけど、びっくりっていうかビビってるんですけど、まあでも言い換えれば邪魔派な、言い換えればガイドラインができたことによって別の新しい何かが見つけれるかもしんないもんな。そうやってプラス思考に考えておこう。そうしよう、そうしよう。もうそういうのやめろって。ガイドライン引っかかるかもしんないんだからさ。これ叩いちゃっていいの。おい、ガモン、そんなこと、あ、倒してくれる。なんで俺まで倒すんじゃねえ。タイミングよく上に行けっていうことだと思うんだよな、このタイミング。あ、ここったら大丈夫。あ、ここったら大丈夫なのか。そして右に進めるようになったね。で、土管に入っていきますと、上のブロッパーは何だったんだろうな。うわ、ここはハテナブロック2つあるけど、どっち叩こうか。こっちを叩く以外ないと思うんだよね。うん、そうだよね。で、右は鉄球かな。鉄球、パワーブロックに乗って上に連れてってもらえるみたいな。あー、なるほどね。で、ここでパワーを発動しいの。うわー、これハテナ叩いたら絶対何か出てくる。だからちくわブロックを落ちておこうか。で、すぐこっちに落ちておく。これ大丈夫なんじゃない。あー、アイドブチ。ここにいても絶対何か出てくるって。何もしないでいいのかな。これで進める。ふざけるな。だけど1回見りゃね、次かわす確率 100% になるわけですからね。さあ、下からかわして下に降ります。で、この P スイッチはかわいそうにない。じゃあドアに入っていこうか。さあ、次は何だい。はい、どうもこんにちは。上のブロックは開かないか。じゃあこのリンクをもらいます。リンクもらって石に変わってお仕置きよ。剣の場所にずっと取ってみようか。そうすると上の針に当たることはない。で、このブロックは爆弾で壊して上に行こうか。まあマリオはね、上に行くんですけど、僕はこの後無印良品に行ってきます。で、Pスイッチを押して、この土管入れないよな。あ、わかった。これでさ、さっきの P スイッチの場所があるじゃん、そっちに行くんじゃない。多分そうだと思うよ。右が空いてるみたいだ。ほらほら、で、土管に入ります。いや、今のさ、右下のところもすげえ怪しいよな。で、ドアに入って、マジでそろそろゴールあってもいいよ。ゴーバックじゃねえんだよ。オンオフしてからのゴーバック、どこどこの話か全然わかんねえ。まあいいや、このドア入ってってみようか。見るのもいいんだけど、いや、ちょっと見さして。ごめん、カット入れる。オンオフしてゴーバックで、ブラパがブランコに捕まってるところって言ったら、さっきガボンが出てきたところだよね。そこを左に行けっていうことかな。リンクを取って、いや、マジでわかんねえな。え、何ここ、心理耐久みたいな感じ。いや、違う違う、心理劇場だ。どうせあなたは来ないでしょう、こっちに。なんかで押し出される。やっぱりそうだよな。いや、これめちゃめちゃ長いんだよな。ずっとトークするの結構きつい。ここほどね、見どころのないっていうか、そうやって言ったら制作者さんに悪いんですけど、どうぞ。ここ以外に考えられない。こっから左に戻れっていうことだったんだけど、多分オンオフを変えなきゃいけない。ゴーバックって書いてたもんね、オンオフして。これでブラパがいなくなります。で、下から行けんのか。で、こっからドアに戻ればなんか変わるみたいな。あ、リンク出てきてくれんじゃん。リンク出てきて、こっからまたドアに入って進めっていう感じ。っていうことはさ、あ、これ下行くんじゃない。うわ、絶対そうっぽいよな。
うわ、どうしよう。明日行ってみるか。明日行けねえ。この下が絶対なんか怪しい。なんもないんかい。じゃあこのまま右に行きます。いや、やっちまったな。絶対下なんかあると思ったんやけどね。で、こっからまたなんか変わってるんだろ。分かってるよ、それは。いや、ブラパガニータいる。ってことはこのブラパニータを倒さなくちゃいけない。でもさ、隠しブロックがあったところで全部このリンクの爆弾で壊せちゃうから結構簡単に進めちゃうよね。で、今度さかなかどうなんだ、笑いが変わってるのか。うん、絶対なんか来る。あっ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 、なんしてこないのか。なんか飛ばしてこいよ。真下に行けるから行こうか。で、爆弾でブロックを壊しの、いや、こんな土管入れるんじゃない。あ、入れないか。ってことはまたこのドアに行く。絶対さ、右のブロックがあるじゃん。あそこに行くようになるとは思うんだけどな。で、ここは、あー、なんだ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 、ちょっと待って、これガマなんじゃない。もうやめてって、そういうの。頼むって、カノンどいてくれよ。お前なんで動かねえんだよ。そっからガマ発見しました。ガードだ、常にガードしておく。こいつも倒しておく。で、ブロックを壊せばいいのか。なんかいけない予感もするけど大丈夫か。わー、やしー。いや、まだ間に合うんじゃない。どっかでリンクさえ取れればいいっていう話だよな。よしよしよし、このままもう進んじゃおう。あ、待てよ、これ右のブロックリンクで壊すみたいな、そんな感じなんじゃないでしょうね。はい、じゃあリンクのまま来れましたよと。で、ここで B スイッチを踏んで、この先絶対ゴールあるって。頼む、ゴールを見せてくれ。さあ、ブロックを壊します。いや、こっちもさ、石足出てくるかもしんねえ。だからガードしておこうか。もうね、こういうところは絶対ガードしとった方がいいんだよな。え、これは、あ、叩く意味ないよな。オッケーオッケー。で、ここでドアに入ろうか。入る入る。あー、中華さ、マジで思ってるんだけど、トロールコースをしてる人ってさ、頭ボケに行けそうじゃない。そもそもゲーム実況してる人ってさ、喋らないけんことを頭フル回転で喋ってるからボケにくいと思うんだよな。って考えたらゲームっていいよな。楽しいしさ、そういうなんていうのかな、病気防止っていうのかな。これどっち、2分の1かな。ここで右行く。これもうこういうのやめてくれって。中間ポイントはじゃねえんだよ。え、これどこ行けばいいの。赤い土管は入れそうにない。ちゅうことはこの青の土管かな。いや、これマジでチェックポイントじゃん。あっあっ、いやー、期待させたー。違う違う、そうじゃないんだって。ゴールしたのはいいことだろ。いや、すげえ楽しいコースありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースは一発マリオ。バネを上昇加工するだけ。説明文に、はあ、ボスネタなんですよって書いてるんですよね。まあ、サムネを見る感じ、右上の方にバネが設置されてるじゃん。あれが大量にあってめちゃめちゃ落ちてくるんじゃないかな。それをどんどん登っていけみたいな。もうね、バネからバネさせられる未来しか見えないですよ。絶対はちゃめちゃなコースなんだろうな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.15%。 ただね、タイトルに書いてある通り上昇はわかるんだけど、バネに乗って下降っていうのがよくわかんないんだよな。まあやっていこうか。さあ始まった。このバネに登っていけってか。どうやって登っていけみたいな。あ、なんかいけそうだよ。このままどんどん上に行っちゃって、上に行っちゃって、上に行っちゃって、上に行かせてくれ。よしよし、なんかちょっと落ち着いてきたね。で、でこのドアに入れてか。お前ら落ち着け。うん、俺もか。もうめちゃめちゃじゃん、こんなの。うん、何なんだ。まず最初は何もしなくていいと思いますよ。そうするとさっき勝手に上に上がれるようになったんだよな。この隙間からどんどん上に行っちゃう行っちゃう行っちゃう。ちょっとバネが動いてるのがさ、ちょっとやりにくいんだけど、こっち大丈夫。頼むって、隙間から入れさせてよ。頼む、バネちょっとぐらいいいじゃん。まあ、制作者さんはね、プロコースをボツネタなんですよって言ってたんですけど、まあ、その意味がわかります。いや、素晴らしいコースだよな。じゃあここの間に入って、あ、ドア入れたね。これでゴールできる。残り5秒。いや、地区は多い。なんだこのコースだ。こっから上に行けるまでに結構待っとかないけんから時間がなくなるわけですよ。もうね、10秒ぐらいあればこっちの勝ちだと思うんだよな。これはどう。何が。本当にむずいわ。ただね、こうやって登るだけなんだけど、あの隙間に入るのが、いや、これめっちゃいいんじゃない。残り9秒あった。で、ちくわが何個あるかだよな。 1,2,3,4,5,6,7。 あ、これ2秒ぐらい余るから絶対ゴールできると思いますよ。さあ、頑張れ。やったー。こう
ういうコース大好き。いやすげえ楽しいコースでした。またこういうコースあったらやってみたいもんですね。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。